あなたに勝てるわけないでしょ。孫君だってもう少しでやられるとこだったんだから。チッ、俺が最も気にしていることを。とにかく邪魔しないでよね。ウィスさんと友達になっておけば、またビルスが地球を破壊しに来ても私たちだけは安全なんだから。さあ行きましょう。はい、ブルマさんが私のためにお取り寄せしてくれたデザート楽しみです。待て、まだ話は終わってない。こうなったら力づくで。なんだこの相手を寄せつけぬ向きの木は。攻撃に踏み出せん。ウィス、貴様何者だ。単なるビルスの世話役じゃないな。あれ、言ってませんでしたっけ。私、ビルス様の師匠ですけど。